さあ続いてはこの2人のこのコーナーです。続いてはすみません芸人のいきますキャンパスよいしょチェケラッチョ、チェケラッチョ、チェケラッチョ、いやいやいや、もう説明せんと。はい、ということでですね、今回も、学園祭の CM を作ろうということでですね、今回は宮崎大学へ行ってまいりました。はい。それでは VTR、ナマステ。なんやそれ。あー、硬い。え、どうしたの。硬い。硬いとか関係ないから、ちょっと硬いとかがもうこれ始まってるから。あ、始まってんのこれ、はい、先言えよ。硬いって何これ。ショートメール送ってくれよ俺。いやいや、もう始まってるからね。はい、ということでですね、はい、今日はですね、こちら和コードの息吹。違う違う違う、これは多分この作品のタイトルですから、うん、知ってますか。 若人の息吹大学 ね、はい、ということでね、今日は何でしょうか。今日もですね、はい、学園祭の CM を作ろう。ありがとうございます、ありがとうございます。おー、誰もおらんやねえかも、はい、ね、第4弾ということでですね、早くも、やっついに来ましたよ、うん、そうですね、宮台やってまいりました。ということで、ね、早速実行委員会の人に会ってね、はい、CM をね、作っていきたいっす。はい、行ってきます。なんて言ってるかわかんないですけども行ってきます。学祭実行委員会の会議室へやってまいりました。さあ、ということでね、はい、人がいっぱいいますけれども ね、一番の権力者誰ですか、この中で。はい、あ自ら手を挙げたよ、権力者が。自己紹介お願いします。あ、はい、自分は清武キャンパス実行委員長の岩佐一馬と申します。岩佐さん、はい、清武キャンパス。はい、ここ木花キャンパス。え、2つあるんですか。そうですね、宮崎大学は清武キャンパスと、はい、木花キャンパスの2つがあって、で、2つで大学祭をするという形で別々で。はい。あー、なるほど。じゃあ、その木花の実行委員会のその権力者は来てないんですか。はい。あー、出た。なんでさっき手挙げんかった。自己紹介お願いします。はい、宮崎大学、文化祭実行委員会の委員長代理の新富をしたかと思います。新富さん、はい、ということでね、もう早速進めていいですか。はい、はい、で、今年のテーマって何なんですか。今年のテーマは、起承転結という四文字熟語になっております。起承転結っていうのはどういう意味ですか。四文字熟語の起承転結を用いて、喜、うん、を喜ぶ、うん、で、承を笑う、うん、で、天を転ぶじゃなくて、天界の天で、結を結ぶにして、で、学祭に来た全ての人を笑顔にできるっていう。うまい。やっぱそれを CM に出していきたい。はい。なるほどね、でも難しいよね。はい。諦めようか。なんでや。今から話し合って決めていくんですから。でもこれ出すの難しいよね。あ、そうですね。なんで映画のなんか広告みたいなのあるじゃないですか。あの興行収入。あ、はい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 。で、キーバーンで、あのあいうえお作文風に。なるほどね。なんか他こんなんあるよみたいな。これも決まりか。あ、はい、じゃあ彼女は。その起承転結で、その笑っていうのが笑いじゃないですか。だからその笑いのところをぜひそのチキン南蛮さんにしてほしいなっていう。これでも前回効率大でクソ滑っちゃうからね。それはあるよね。笑の部分を、うん、でももっと面白い人おるよ。本当に。さっき言ったのがその映画のテロップみたいなってことですね。はい。なんていうね。さあ、ということでね。ん？あ、こちら側のキャンパスの。あ、そうや。木花キャンパス。はい。ちょっと何かありますか？高いところにありますね、やっぱり。ちょっと待って、もしかして。ちょっと待ってもらっていいっすか？え、そういう人？高いところにありますね。自分も最初に思ったのは、まあ、高いところだったんですけど。ということで、まあ、実行委員長代理が、はい、その高いところにあるというのを踏まえて、ちょっと案出してもらっていいですか。やっぱり大きい学校だからこそ、はい、大きなやっぱ人数で、まあ、このみんな、わちゃわちゃしたいですよね。宮台に、宮台モー君っていうキャラクターがあるんですけど。あ、牛の。はい、それを出していけたらなと思います。今から出てって言ってる。モー君は来てくれるんだろうか。なんですぐ痛い今の。いやいや、さっき聞いたんですよ。もう一回ちょっとダメかなって。痛い今ダメなんですか。すぐ潰す生徒の意見を。でも最初に委員長が言ったそのね、うん、
映画の宣伝みたいなのすげえ良すぎて、はい、もういいよねそれでね。これの中をじゃあ決めていきますか。どういう風にするの？じゃあもうこれでいきます。こっちのキャンバス大丈夫ですか？文句とかはないですか？大丈夫です。大丈夫ですか？毎回あのやってる、うん、ここをしたいみたいのはないんですかね？文化祭、あ、文化祭でこんなプログラムありますよみたいな。あ、それからそれを絡めていけばいいんじゃないですかね。確かに、はい、はい、やっぱり自分らはこう医学部なんで、はい、こう医学に、医学部やっちゃう、はい、うん、簡単に触れれる医学展っていう企画があるんですけど、医学展、はい、人体の不思議展とか、はい、年齢、脳年齢測ったりとか、肌年齢測ったりとか、そういう年齢企画とかあったりとか、うん、そういう医学展っていうのがやっぱり、はい、医学展、はい、を知ってます。こちら側はこちらですね、毎年、うん、はい、女装コンテストというのを、おだいぶ色が違えな、これこれは喧嘩にならないです。いや、だいぶ色違えな。両方出すか、うん、笑いの方よね、ショーの方よね、女装コンテストとかは、うん、え、医学展って、は展の方やろ。そうや、展やからね。 あ、これ、なんかいい感じで入っていくな。考えてたこれ、あらかじめ。いや、なんか、何者かに動かされてるかのようにさ、すげえ決まっていく中身が。難しい。もうちゃんとやって。やっちゃうか。ねえねえ、学祭あるらしいよ。さあ、というわけでですね、CM 完成いたしました。初めてCM 撮ってみてどうでしたか、院長？めっちゃ緊張したんですけど、あ、でも楽しかったです。なるほど。じゃあちょっと、キバナの実行委員長は。そうですね、もう初めての体験で緊張しました。うん、はい、じゃあ早速ですね、完成した CM を見てもらいましょう。それでは、どうぞ！今年もこの喜びがやってきた。ねえねえ、学祭あるらしいよ。笑いの渦に巻き込むイベント。あー、マジわからん。わからん、もうわからん、もうまだ医学を身近に知ってもらうためにこの男たちが立ち上がった。カーミングス清華祭来てね。いい CM やな、これ。いや、なんか、あの、いや、全体的にはいい、全体的にはいい空気やなと思ったんですけど、なんか、一体になって一生懸命作った作品です。うん、なんか、なんか一個だけね、大丈夫やった、なんか。で、僕大丈夫です、全然。振り返って、なんか良かったけど。振り返れば、やつがいるんですよ。あれ、あれ、いや、違う違う。いや、もうやめてください。なんか、中国雑技団に仲いいような感じだけど。はい、滑りました、私は。はい、私は滑りました。いや、もう CM はね、また皆さん今回も頑張ってましたけど、また途中のロケ、なんかちょっと、ちょっと医学部と聞くと、もうインテリに憧れている佐藤君は、もう既に押され気味やからね。そう、今回思ったのが、あの医学部のあの女の子、可愛かったな。出たね、あの、この子やろ、この子やろ。すごい、この子や。こうして喋ったね、こうして。色足の終わりにちょっとなってた。真ん中ぐらいに座ってた。そういうとこばっか見てるよね。聞いたっけ、電話番号。いや、聞いてないんですよ。ダメでしょ、聞いちゃう。いや、しに行っちゃう。何しに行ってない。ロケロケしに行ってる、こっちは。タケル君どうでした？あれ、医学部のところの映像、あれ何でしたっけ、ドラマの CM？ あれ、シュリーとインスタ。あれ、よかったですね。医学部、やっぱいいな。よかったけ。大前教授の大会心みたいな。でも、あの、白衣が着たいですもん。意外と真っ暗やったけど。光加減間違えた。はい、というわけで以上、すみませんの行きますキャンパスでした。はい。また MCL で放送されるわけでしょ。そうですね。こちらも楽しみください。さあ、CM の後は九州一押しです。